車になっております。ゾウさんトラックです。今日はこれから徳島県に向かって走っていきたいと思います。おー、初四国ということで未開の地にね、これから向かっていきたいと思います。まあ、四国はね、もう何年もね、僕はトラック走ってきてるんですけど行ったことないんですよ。いいところ、以前淡路島まで足を運んだことあったんですけど、そこまでで、そこからまた神戸市の方戻ってって東京の方まで戻ってったんですけど、今回はねそれ以上走っていきます。完全上陸ということでね、今回は気合入ってますね。まあ今日はね土曜日なんですけれどもね、午前中はゆっくり寝て昼頃からスタートということで、ただいまね東京都内を走っているんですけれども、めちゃめちゃ混んでます。なんで今日混んでんだろう。いやー、土曜日ね結構空いてるかなって日がね多い印象なんですけど、今日はすごい交通状況がね渋滞気味な印象で、いやー、どう言ってもマカカーみたいな走り方考えなきゃなと思ってんですよね。まあ、この先も国道20号線で中央道方面からね、西の方に向かうか、まあ、それとも国道246からね東名方面に、ね、向かうか考えどころであるんですけど、どう言っても渋滞なんですよ。で今ね都内はね走りやすいところを今走行してるんですけれどもね、山手通りっていうのをね使って南下してってるんですけど、環七環八もね良くないんですよね。ぼちぼち走れる幹線道路で山手通り、明治通りあたりがまあ南北でね、行き来しやすいようなそんな渋滞ないなって印象なんですけども、とりあえずは山手通りを使って今は進んでるところですね。まあこの後はねどう渋滞に立ち向かっていくか、ね、まあ、大変なところではあるんですけども、まあ、高速道路もね駆使してそれで向かっていく形なんで、そこまで、まあ、辛い状況にはならないのかなと思うんですけどもね、まあ、ちょっと予測不能な渋滞とかねはまらないように気をつけていきたいと思います。よーし、安全運転で頑張っていきますよ。グダ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 と、下道から横浜青葉でね、高速道路乗って今横浜町田を通過なんですけど、なんもないな。渋滞すごかったんだけどね、事前情報では真っ赤っかで渋滞が伸びてる印象だったけど、普通に素通りかな、全然引っかかんないね。まあ、合流もスムーズだ。合流とかで左車線が詰まっちゃうかなと思って右車線来てたんですけど、問題ないね。あ、なんだ、解消されたか。一応電光掲示板にもなんか表示されてなかった気がしたから、特になくなったんだな。で左のバイクがちょっといない状況になったらまた真ん中か左車線移動して落ち着きますか。さあ、東名高速で伊勢原ジャンクションまで来ましたね。まあ、ここで、ね、新東名との分岐になります。今日はちょっと余裕もあるもんでね、伊勢原大山方面行きますか。早っこしょ。みんなまっすぐじゃん。え、みんなまっすぐなんですか。あれ人気ない。あれで後ろ1台乗車来てくれたけど、え、これ失敗した。失敗ですかね。え、1割未満の交通量って感じ、後ろの車並んでんの。今ねゾウさんを起点に後ろ2台ねちょっと渋滞気味ですけどね。みんな透明か。まあ、っていうか、そっか、途中で終わってますもんね、考えたら。考えたら途中で終わってるし。はい、合流です。
で自分はその終わりのところまで走ろうと思ってたんですよ。そりゃ来ないよね。いや後ろの車の方すいません遅くて、無事2車線になりましたね。うわー、この光景はすごく新東名っぽい。新東名の沼津周辺のトンネルに似てる気がする。下り側の方、この中のトンネルは沼津周辺のトンネルに似てない。似てはないですね。一応こうやって左側に何かしらねトラブルがあった時に歩行者がね移動できるようには設けられてるんですね、道路が。ここから下道頑張っていこう。あ、やっぱりでもまだ作ってる途中って感じやな。ここで出口にね降ろされますけど、まだ道路が土だったよ。アスファルトでもなかった。まあ、いろいろ時間かかるかもしれませんけどね、頑張って快適な道路をね作っていただけると助かります。はい、富士サファリパーク周辺来ました。電光掲示板見たら涼しいっすね。22度ぐらいだったな。さっき御殿場通過してきた時28度でしたよ。暑い。おー、暑いっすね。30度近くまで気温が上がるとはな。まあ、日照りの感じをね考えればちょっとやっぱ暑いよなって思うし、まだカラッとしてるからいいですけどね、この暑さがね、真夏のジメジメも加わったら嫌になっちゃいますね。いやいやいや、ごっついなこれ。こうやって橋脚と道路をつなげる、なんていうんですかね、干渉的な役割をするものが土台になってるんだね。大半めちゃめちゃあるものとしてね、すごいなこれは。やっぱ橋をねつなげるっていう面では必要なものなのかもしれないね。いやーこれはえらいことになってんね。右側にもこっちにもあるけど、すんごっ。いやいや、これもすごいな。これもすごいし、ベンツだし、運転席の目線めっちゃ低いし、いや面白いもん見たね。というかしばらくあれはずっといんのかな。いやどっから来たんだろうあれ。見たことなかったな。天竜が通過で浜松入りです。いやもう真っ暗になる前に来れましたね。すごいコントラスト、空の色が、なんだろうあれ、深い紫色みたい。まあ、カメラでどう映ってるかわかんないですけどね、面白い色してるな。こういう景色とか見れるのもトラックドライバーやってる醍醐味かもしれませんね。東京からはるばる静岡県浜松まで来ましたけど、楽しい旅になってますよ。まあ、徳島県までは長いですけどね。まあ、とりあえず浜松で一服して、そこからまた再スタートね、していきたいと思います。お疲れ様です。例えば浜松市の西区周辺ですね、下道でね走ってくることができました。まあ、とりあえず今一休憩したところで、これで今度は高速道路を経由して四国入りね目指したいと思います。ここからだと浜松のねインターじゃなくて関山寺のインターを目指して、入り口にねインターから入場して東名高速でどんどん愛知県に入場という感じで進んでいきます。
まあ、浜松の、ね、インターでも良かったんですけどね、もうちょっと進めるなと思って、それで次の次の次ぐらいかななんかスマートインターがね途中であったような気がしたんですけど、なんで2つ3つ先のインターから乗る形にしました。まだ体力もね、一休憩して、まあ、今ちょっとね体ほぐしたんで、またこれでね再出発で張り切って頑張って走っていきたいと思います。まあ明日明るいうちにはね、徳島四国入りしたいなとは思いますね。夜のうちで、まあ、結構行けるかどうかは入場まで行けるか分かんないですけどね、まあ、走るだけ走って生放送しつつ頑張っていきたいと思います。ではでは出発。どうしよう。さあ真っ暗な道を抜けて関山寺のインターですね。ここはねスマートインターチェンジになります。ここから東名高速経由で西の方にどんどん向かっていきます。下道終了、あとは高速です。ここのスマートインターチェンジはきっちり止まると反応します。ピタッ、ほら、ETC バー頼みますよ。ちょっと手前すぎましたね。失敗しました。おはようございます。いや今日も暑いっすね。まあ昨日の土曜日から引き続き日曜日淡路のねサービスエリアで、昨晩はね寝床として寝たんですけれども、目覚めは暑い。今日もう直射日光きついっすね。あおそらく30度近くなるんじゃないかと思われるような暑さになってますね。今お店にもね寄ってきたんですけど、もう朝の8時台から人がいっぱい。とりあえずはまあジュース買いました。爽やかすだちとね飲むヨーグルトをいただいて朝の健康はバッチリ。すだちのねジュースねすごく美味しいです。なんていうのかな、後味があるんですけどね、すだち独特のこのね後味がねいい意味で癖になるっていうか、すだちらしい香りっていうかね、美味しいジュースになってましたね。まあ、またどっかで見かけたらね、すだちのジュース買えたらいいかなと思いますけど、とりあえずこの一つと飲むヨーグルトでね朝乗り越えてこれから徳島県の方にね向かって走っていきたいと思います。さあこれで鳴門を橋渡っていきます。後ろ見えるかな。よいしょ。おお、見える。後ろ見えてますよ。すごいね。いい景色だね。
ごちそうさまでした。金香さんで肉丼&コロッケ春菊いただいてきました。いやー、おうどん美味しかったですね。まあおすすめとしてね、肉丼っていう風に店主さん、ね、教えてくれたもんで、まあそれでね、肉丼いただいてきたんですけども、うどんのおつゆさっぱりでしたね。でもさっぱりなんだけど、おつゆをね、なんだろう、率先していただきたいようだね。おつゆがね、先にね、なんか飲んじゃうみたいなそんなね、美味しい味わいのね、うどんになってましたね。まあそれプラスお肉がね、ちょうどいい味わいになって、うどんがね、どんどん進むみたいな。コロッケ残っちゃいましたねうどんを先に平らげて、でコロッケは後でね、少しずつ食べて、まあ、全部完食はしたんですけどね、美味しいおうどんになってました。で僕中サイズをね頼んだんですけど、女性ではね中サイズは多いかなって印象でしたね。まあ、ボリュームもね満点で、大サイズ頼んじゃったらねお腹いっぱいになっちゃうんじゃないでしょうかね。まあ、そんな中リーズナブルなねお値段でね、おうどんを楽しめる、そんな金香さんになってまして、美味しくご飯をいただくことができました。ごちそうさまでした。ということで、これから仕事なもんで、うどんを食べてパワーアップもしたんで、これでお仕事を頑張っていきたいと思います。まあ、もうしばらく先進んだとこかな、一仕事頑張っていきたいと思います。落ちないに気をつけなきゃ落ちないに気をつけないとダメですね、これね。ちょうど田植えが終わったよって感じの、今水田走ってますけどね、不動産危うし通過していいんですかね。大風情がある、昔ながらのお家があったりしますね。まあ、さっきはちょうどね車が来たけど、この辺は大丈夫かな。すいませんね、お邪魔してしまってね、でっかいトラック。今の時期で水田にね田植えをしてるピークの、そんな時期になってますからね。対向車来ないでねお父さん大丈夫か、こんなとこ来て。一応こういうね、町工場はあったりするけど、来るんかこれ、たどり着けるのか、流れんのか。こういうとこにあんだな、仕事先がな。お疲れ様です。お仕事無事に終わらせていきました。のどかな風景広がってますね。一仕事して対応していただいた方が関東の方でね、まあ、仕事しつつね話が弾んだ感じで無事に終わらせることができました。日曜日っていうのもあってね、おかげさまで空いてた印象で、スムーズにね仕事することができて何よりでした。まあでもその対応していただいた方とね話もしたんですけど、徳島の方はね、まあどっちかっていうとその関西寄りのね喋り方って印象で、最初ねだから仕事先に行って話した時、お互いに標準語だったからなんかね違和感っていうか自然っていうかね、そんな印象はあったみたいで、なんかそれで話は弾みましたね。自分がまあここまで来るのにパーキングエリアとかでも休憩もしたんですけど、まあ、もちろんね標準語ではなくて、どっちかというと関西弁のね喋り方だったもんで、まあ、自分としても新鮮だったんですけどね、この関東の方と標準語でね話すことがあって、まあそれはそれでなんか違和感ってこともないですけどね、喋り方的にもね、あ、なんか普通に標準語喋ってるなっていう風な第一印象があって
話が弾んじゃいましたね。これでね、今度は東京までぼちぼち戻っていかなきゃいけないんで、下道&高速でね、四国をね、脱出していきたいと思います。まあゆっくりしたいところなんですけどね、温泉とかもね行きたいところだけど、まあ長々とね四国に居座ることはできないと、まあ、とりあえずは国道を経由して香川方面ね抜けていきたいと思います。あかんぞこれ、ここの峠道の気温が32度ってなってた。夏じゃない暖かさが。あと気温とロー・オンって書いてあって、路面の温度だと思うんだけど48とかになってたような気がしたな。寝転がったらやばいよ暑すぎますね。タイヤがねちょっと熱々になっちゃうんでね、冷やしたりしつつ走るのが無難でしょうかね。まだまだ先は長いでしょうからね。なんかさっきのね道の駅の案内も出てたんで、これこれか、ちょっと寄りますか。これできるかな。香川でもね、今道の駅寄ったらなめたけ売ってたんで、新潟なめたけもうほぼなくなっちゃったから、ちょうどいいタイミングでね新しいなめたけを購入することができました。まあ、お家帰ってね楽しみの一つとしてね買えたので満足です。まあ、道の駅ちょっと野菜がね時間的に遅かったかな。もう午後もいい時間になってきたんで、野菜とかはね買われてしまったのかもしれませんけど、あまりありませんでした。まあしょうがないんでね、これであとは香川県抜けてって四国本格的に脱出と行きましょうか。まあ、しばらく下道通過してその後高速乗って四国脱出、瀬戸大橋通過していきます。はい、善通寺のインターから乗ります。あれなんか左前は引っかかってんね。ETC 忘れちゃった、気をつけなきゃね。右が松山高知、左が高松岡山、岡山に行きたいです。こっちで左から行きましょう。高知愛媛はまたそのうちね機会があった時のお楽しみってことで、まあ、今回はここまでですね。四国を脱出していきましょう。でもこっちの方の景色も素晴らしいね。船もねところどころ何て書いていい景色だ。瀬戸大橋も素晴らしい。いろんなね山々がねあったりしてね面白いな。見ててでかい橋を渡るのっていいっすよね。この辺だったっけかな、岡山の平田食事センターっていうのがご飯どころ上下線でねあったんだけど、自分の進行方向がこの辺だった気がしたんだけどな。なくなっちゃった。対向車側はそっか、トラック用品ルート2、いやいや待って終わってないんだけど、逆側あれ全然ダメだわとにかく全然ダメだわ。なんかパニックになったわあらららら、トラックショップもやってなくて、逆側のトラックショップやってなくて、で逆側の平田食事センターなくなっちゃってたんですよ。で跡地になってたお店もなくなってた自分の進行方向側の平田食事センターもなかったっぽいね。なくなっちゃったか。いやだいぶ久しぶりに来たんだけどね、何年かぶりで。自分
その進行方向側のご飯どころもなくなってたとはな。トラックドライバーのね、憩いの場ではあったんだけどね、ものすごい駐車場が広くて泊まりやすい場所でご飯とか食べれてね、ご飯とか奥の方に謎の同人グッズとか売ってたんだけどね逆側の平田食事センターはお店の方のね好みで、まあ、その同人グッズとかね扱ってたのかもしれないけど、まあ、そういう個性があるね場所がなくなっちゃうのは寂しいところですよね。昔ながらにあったお店がどういう事情かわかんないですけどね、やっていけなくなるのは悲しいかなって思います。湖畔車線終わり、この先道の駅があるんですよね。今日はもうこれでドライブがてらね進んでいくって形で行きますけど、うわ引っ張っちゃった。後続来たら自分トラック遅いからな。今誰もいないけどちょっと迷惑かかっちゃいますね。ここの一本松展望園の景観はいい方ですね。少し高い位置からね登ったりして見晴らして海のね景色がよく見えるところなんですよ。だんだんね日も傾いてね夕方に差し掛かって、まあ、ぼちぼちね走っていかなきゃってとこなんで、今回は道の駅はスルーして走っていきます。ブルーラインも間もなく終わりになりますね。いや久しぶりに来れたんですけど、結構坂きついのがねこんな感じだったかなっていうのはありましたね。だいぶご無沙汰だったから忘れちゃったかもですけどね、おかげさまで途半車線もあったんで後ろの車にもね迷惑がかからないで、通過することができたんで何よりでしたけど、まあでも景観も良くてだいたい森を走ってるっていう風な道路なんですけど、全然信号は引っかかんないですよね。信号引っかかんなくて快適な道なんでね、どうしてもなんかこっち走りたくなっちゃうんですよ。はい、ご所そんなブルーラインもこれで終わりで、燃料ね、ちょっと家に行きたいんで2号線経由でね、この後は進んでいきます。ガイアさん健在でしたね。兵庫とか岡山周辺まで来ると向かい屋っていうご飯どころ屋さんがね時折あったりするんですけど、まあ今日はまだね夕方にこれから差し掛かるって感じなんで、まあ、もう少しね暗くなってから夕飯かなっていうところで、まだお腹空いてないんでこの先も進んで頑張っていきたいと思います。あ、ここか。あれトラックショップあったな。危ない危ない見落とすとこでしたね。あれ燃料屋さんなかったっけかな。燃料屋さんその先か。眩しい眩しい眩しい。トラックショップターンさんですね。久しぶりだな。ちょっと行ってますかね。姫路のバイパス周辺走行してるんですけど、やっぱ早いですね。今の時間帯交通量もそんなに多くない方で、って言ってるそばからまあまあ合流してきたけど前2台合流させて、でこの後はね明石西から高速道路経由してそのままもう走っていく、形で高速道路を使おうと思います。まあ、ここはまだバイパスなんですけどね、しばらく先行ったら有料道路があるんでそこから高速道路を突っ走っていくって感じで、この先も頑張っていきたいと思います。いや今回の
の四国はね、まあんまりね長い滞在ではなかったんですけど、いい思い出だったっていうか、仕事で行ったっていうことなんですけど、まあ楽しくね過ごすことができましたね。まあ淡路からね、四国入りして、そこから瀬戸大橋経由でね香川岡山と、まあ、回ってきたんですけど、まあその間ね、燃料もそうだし、トラックショップとかもね、あの寄りたいところも寄れたんで、まあ、久々に、ね、あのお店とか寄れて満足な一日になりました。まあ、今回はね、仕事としてはね、片道だけの荷物だったんですよね。帰りになし。というのも日曜日ですからね。まあそんな形の今回は仕事だったんですよね。まあ徳島県に仕事に行ってきたわけなんですけど、稀な内容でしょうかね、稀にあった仕事というか、まあでもそういった機会があったっていうのは、いい思い出になりましたね。楽しくて、仕事としてはね、まあ長旅にはなったんですけど、でもねそんな疲れてないですね。まだまだ先は長いですけど、走れる体力は残ってるんで、まあこの先も、まあ、下道走って高速アッチしてね、次の仕事先、まあ明日ですけどね、まあ頑張ってねたどり着けるんじゃないかと思います。さあ真っ暗になる前にとりあえず関西は脱出したいですね。まあぼちぼち安全点でこの先も張り切っていきましょう。超滋賀県のいいところまで来ました。いや意外と車いる。日曜日なんですよね、かなりいるな。相当いるな。止まれっかな。とりあえずは駿河湾沼津サービスエリアまでたどり着くことができました。まあ、生放送もしつつね、ここまで走ってきて無事にたどり着いて何よりで、夜分遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、今回はね徳島県まで行ってきたんですけど、徳島県で仕事を終わらせた後からでね、まあ、今走ってるんですよね。なもので、まあ、帰りにはまあなしと。まあ、日曜日っていうのもあるんでね、まあ、急な仕事ということで頑張って土日をまたいでね、走ってきたんですが、無事に沼津までね、静岡のまあ終わりに近いところなんですけどね、ここまで来れて何よりでした。まあ、こういった機会もね、まあ、急ですけどねあるっていうのは結構新鮮だったりはするかなと思うし、またまあ徳島とかね四国で行けてないところとかね行く機会があったら嬉しいなとは思いました。まあ、今回徳島香川周辺を、通過してきたんですけど、愛媛高知と、また機会があったら嬉しいなっていうところでしょうかね。まあ徳島がねもう初めてで、何年もねトラックドライバーやってるんですけど、さらにねあの高知とかそっち方面来る機会あるかね。まあその時は来るのをね心待ちにして、またこういった遠出がねあったらいいなと思います。ということで、この辺でぼちぼち就寝にしたいと思います。まあ駐車スペース空くかなと思って様子見てるんですけど、まあみんな寝てますね。同期そうになんで、まあこれでぼちぼち寝床にね着こうと思います。じゃあ明るくなったらまた東京方面ね頑張って走っていきたいと思います。おやすみなさーい。